しているんです。健康な放送しているんです。だから今日本には正しい情報が全く入ってきていないんです。私はなのでこういった、ね、現状を非常に憂いて、自分自身でですね YouTube チャンネルをやっております。本日ですね、オレンジ色の、ジャンバー着たスタッフの方たちがですね一生懸命、チラシを配ってくれております。で今皆様に伝えられていない本当に危ないこと、一体どんなことがあるのかっていうことを私ね、せっかくだから今日ちょっとだけお話しさせていただきたいと思います。例えば中国です。今日本に来ている留学生の中で中国は1位2位を争うぐらい多い、この中国の留学生の方が来ています。これは話によりますとですね、中学の留学生は日本に来る前に軍事訓練を行うそうなんです。